はい、皆さん、プロスキアの桑原龍二です。 笑うじゃん。今日はなんとね、ナショナルデモンストレーターの徳武豪さんと一緒に滑ります。皆さん、初めまして、徳武豪と申します。本日はよろしくお願いします。そんな硬い人でしたっけ。硬い、いつも硬いんだよ。硬いの。いや、いや、本当よろしくお願いします。お願いします。今回は、はい、基礎スキーを僕、今年から初めて、そうだね、コブを滑るための技術の中で、うん、自分がやってきたモーグルと基礎スキーの中でのこう誤差というか、まあ、違いがすごい感じたんですよ。まあ、意識の違いとか実際のちょっとテクニックの違いなんかもちょっとあるかもね。そうですね、うんうん、僕がやってる意識と普段整地で基礎スキーとしての小回りの中でのテクニックを披露してもらって、でその中で、まあ、コブのための僕の小回りが整地の中でどう違うかっていうところを題にしてやっていこうかなと思います。でそれを実際コブに当てはめた時にどのような違いがあるかっていうところで、まあ絶対にコブ滑れない人はこの今日紹介するテクニックをやっていただけるとコブを楽に滑れるんじゃないかなと僕はすごく思うので、そこを一緒に郷さんと撮影しながらやっていきたいと思います。お願いします、はい、こちらこそよろしくお願いします。お願いします。じゃあ動画いっちゃいます。いやー、綺麗なターンですね。見てください、ナショナルデモンストレーター徳武豪さん、ありがとうございます。ありがとうございます。おう、はい、低速系のモーグルショートターン、うまいね。イエーイ、イエーイ、こぼしきつた聖地の小回りね。聖地の小回り、オッケー、ありがとう。今の滑りは、うん、まあ、どういう小回りの意識なんですか。ちょっと丁寧めに滑るような、あんまりカービングしてないみたいな、うん、回線、いわゆるずらしと少し切るようなものを混ぜてきたイメージなんですよ、はい、回線させながら荷重していってスキーをたわませていって、そこでスキーが止まらないように荷重しつつ、ちょっとブーツの位置を進行方向に動かすような意識で少し今のは連続ターンしてきました。だからあんなに途切れずにスムーズにつながってきて、そうだね、こう板がずっと動き続けてる感じなんですね。ちゃんとなってたか分からんけど。おう、なってました。ありがとうございます。でそこを、まあ、自分が、うん、ああいう、まあ、基礎スキーをやり始めて、うん、じゃちょっとどうなのかってところ、そのちょっとね、おう、普通に整地の中で滑るときには基本的には斜面にしっかりと垂直に立って一点で荷重グッて止めるわけじゃなくて、荷重しながらもこのブーツの位置が常にこう変化していくような、動き続けるような意識で、なるほど、滑ってます、はい、今日はサッカーボールをこうやってキックするようなこういうイメージを外足は意識してます。ニューンってこうやって、ニューンってこうやって、
確かにさっきの動きにはそういう動きが見えますね。まあ前後動って言うんですけど、荷重しつつスムーズな流れるようなターンを目指しているので、ブーツの位置は外スキーブーツは常に変化していくような意識、はい、っていうのを持ちながらしてます。まあ結構ブーツは、はい、タングとこの背面にすねふくらはぎが基本的には両方が軽く当たってるような状態で、あんまり前にグッと押しつぶしすぎるような意識はあまりないです。両方に当たってるんですが、まあ、ターンの入り口は軽くすねを押していく、はい、その時に上半身はそのすねに合うような前傾角度をイメージしながら滑ってます。あの整地って本当に慣らしてあるんで何もあまりないと思うんですよ、うん、コブの場合ってその乗り越える山があると思うんで、その急斜面と緩斜面っていうのを少し理解して使い分けるようなイメージで考えると、上半身は僕整地よりは多少こう起こすような胸張って背筋をこう張るようなイメージで滑ってます、はい、でプラスあんまりも整地と一緒にブーツの位置を最後までこうやって動かし続けちゃうと結構お尻がグーってこうやって下がっちゃったりとか、うん、すっぽ抜けちゃうみたいな意識が出てきちゃうんで、意識というか実際に形状が違うから、はい、なっちゃうんで、コブの場合には少しそこでしっかりと圧を受け止めるような意識、うん、自分であまりそこでスーッと滑らせるような意識よりは受け止めるような意識で滑ってます。なるほど、はい、そこら辺がちょっと整地とコブの中で違うところかなとは思います。ありがとうございます。よろしいですか。はい、はい、じゃあ僕がカメラマンです。あ、カメラマンお願いします。じゃあ今度僕カメラマンでやりますよろしくお願いします。いやー、まあ、ちょっと重複しちゃうかなとは思うんですけど、整地の時は、うん、スキーブーツ、まあ、スキーが止まらないように操作するってところをすごく意識してるんですよ、うん、完全に被っとるやん。いや本当にリュウちゃんはモーグルからやっぱり来てるわけじゃん、はい、その違いってあるのかなってのがやっぱ気になるところだと思うんで、はい、一緒なら一緒で、まあ、面白いと思うんですよね、はい、定地の小回り自体もスキーを動かし続けるっていうよりは、うんうん、もう基本的にはスキーをまあ、受け止めるって話ありましたが、はいはい、それに近い、まあ、スキーが走らせない動き、逆に走らせないんね。走らせない。なるほどね。さっき僕が説明させてもらったコブと、うん、それから整地のテクニックの使い分けの他に、はい、僕はここちょっと違いますよってとこあったの。コブを滑るための整地練習を含め、うんうん、コブの中っていう動作の中ではめちゃくちゃすねを、あ、やっぱ押すんだね。押していきます。それモーグルの人はやっぱみんな言うもんね。それそうです。押すっていう時にちょっと注意点が必要なんですけども、うんうん、前に重心を持ってきたい、すねを入れたい時に、うん、遅れたくないから頭を前にしていく。はい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 、かぶせちゃうね。そうなるとその分お尻って後ろに行くんですよ。結果的に腰の重みがすねにうまく乗らずに後傾を生みやすくなってくる、うんうん、はい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 、っていうのがまず一つありますよね。上半身を起こしてあげる、うんうんうん、これは僕もやるんですけど、うん、上半身を起こしながら手の位置下げないってことが大事ですね。あー、これね、ポイントね。手下げるとかぶります。はい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 、はい、でお尻出る、すねに圧かかんない、吸収できないスペースになってしまう、うん、っていうのでコブを滑りにくくします。これは整地の滑らせる滑りですね。わざとスキーを抜くような感じです。スキーを動かしていこうということで、体の前方向までスキーブーツを持ってくる意識が強いので、この最後の最後でコブから衝撃をもらった時に余計スキーがたわんで走っていくっていう感覚ありますよね。あるある。そこでよりピューンと走っていく。ただまあ基本的にコブを慣れてるし乗れるんで滑って蹴るんですけども、今から言うこと、はい、これ大事ですよ皆さん。先ほどの整地の小回りと一緒でしっかりと体の下に留めときながら乗り続けてスキーが低速であるように荷重し続ける意識があると体の下に留めていって結果的に後傾にならずにコブを滑れます。コブの中では逆に滑らせるというよりは形状が違う分圧のかかり方がやっぱ違うから、そこはちょっと意識変えて少し止める、受け止めるような意識が必要ってことね。そういうことです。
ちょっとうまく説明しすぎた今。すごい大丈夫だった。だから逆に変わりたかったじゃないですか。カメラマンバカ言いなさい。だけどその幅を使うとかでちょっと変えてる部分はあるけどね、縦に行きたい部分では少し受け止めつつっていうのはあるんだけど、ちょっとこのコブの中でも幅を使いたいなみたいな時はわざとちょっとお尻の位置を少し下げつつちょっとブーツの位置を動かすみたいな。だけど整地ほどはやっぱ動かさないよね。ベーシックな感じはやっぱり受け止める方がリュウちゃんと一緒で多いかなと思います。そうですよね、うん、爪の圧を抜かないでずっと滑っていくような意識もちゃんと持ってるから多分後傾にならないってことが。そうだね、絶対あると思うんですよ。なのでまずは簡単に楽にコブを滑りたいというテクニックを知りたいという人はやっぱり減速されながら体の下でスキーをずっととどめながら滑っていくというところのテクニックをまず覚えるようにしていただけるといいと思います。 OK、 またじゃあ今度はいい例で頑張って滑ってみたいと思います。 OK、 いい例やりましょう。やりましょう。はい、少し圧を受け止める成功パターン、ここでここあんまり自分から滑らせにいかない感じね。はい、ナイロン、はい、受け止めるやつね。受け止めるやつ、グッド。お尻下がんないのが分かったと思います。素晴らしさあ、徳武選手スキーを動かすってことでバランスを崩してますね。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お互いなんかこう勉強になるところはそれぞれあったかなと思うので、はい、まあこれからもなんか時間があればね、うん、ちょっと一緒にコラボしたりやりたいなと、セッションしたりしたいなと思います、はい、まず安全から始めて、なるべくこうターンスピードを追い求めていくような滑りに、まあ、展開していくっていうのが順序としてはいいのかなとやっぱ思うんで、はい、うん、皆さん、今日やった動画を参考に意識を少し、はい、変えてみてチャレンジしてください。はい、ということで本日はスペシャルゲスト徳武剛さん、はい、ここにね、ここに、ね、チャンネル載せときましょう。よろしくお願いします。お願いします。ということで本日、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。またやっておるよこの人。今回動画を見て思った感想だったりコメントをね、ぜひぜひしてください。こんな動画見たいなとか、こういう滑り見たいなとかいう、まあ、要望とかもあったら、まあ、できる範囲答えられたらなと思うので、ぜひコメントしてください。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。楽しいスキーライフを。バイ。